北山広光の大女病読みのキス前に、さらなる、不穏。全員取材 NG、グループにくすぶる、爆弾メンバー。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。創業者のジャニー北川氏。 去年87の課題問題が世間を騒然とさせるとともに、タレントの退場ラッシュもとどまることを知らないジャニーズ事務所。5月2日、元 V6 の三宅健43が退場。同22日には平野市要26、神宮寺勇太25、岸優太27がキ n g アンドクスから脱退。 平野と神宮寺は同日に事務所からも退場した。さらに同25日にはジャニーズ JR、うちユニット一パッチと r s のメンバー7人全員が退場。三宅、さらにイームパクト r s もグループ名を変えて2022年10月に退場した滝沢秀明氏41が立ち上げた新会社、株式会社とべに合流するという話も浮上している。 そんな彼らに続くのが敬愛2の北山博光37だと言われている。近く近日中に退場を発表か2022年秋から何度も事務所と退場について相談していた。と4月26日配信の文春オンラインに報じられ、退場は規定路線だとされる北山。近畿 d s の堂本光一さん44が主演。 北山さんがライバル役で出演した舞台、エンドラスショックとスピンオフ、エンドラスショックアターナルが5月31日に千秋落を迎えました。大きな仕事が一旦落ち着いたこともあるのでしょう。舞台終了から少し間を置いた6月7日以降にも北山さんのジャニーズ事務所からの退場が発表されると見られ、その最終調整に入っていると聞こえてきています。 芸能プロ関係者。北山と滝沢氏はプライベートで食事や旅行に行くほどの中で滝沢氏を市として敬愛している。そのため、北山もとべに合流し、来春のお披露目ドーム公演にも裏方として参加するのではないかとも囁かれている。民放キー局関係者は話す。ただ北山さんだけではありません。 キス前にはまだまだ不穏な話があると言いますね。そもそもキス前には当初はメンバー全員で退場するという話が囁ささかれたり、さらには北山さん以外のメンバーも事務所との話し合いを行っているとも聞こえてきていますからね。資格全員での取材は NG? キスマイは元スマップチーフマネージャーの愛氏が管轄していた愛氏派で、スマップ解散騒動前後から対処説が取り沙汰されてきた。2022年12月には10年にわたってメンバー2ケラ3人で出演してきたグループの冠無理ラジオ番組、キスマイレイディオ文化放送が今年から一人で出演するスタイルへと変わるなどの変化もあった。 キスマイは今年に入ってからメンバー7人揃っての取材が NG になってしまったという話も流れています。事務所サイドから許可が降りないということでしたが、考えられるのはメンバー仲が悪いとかメンバーの脱退や退場が近いといったことですよね。さらに、これまでキスマイの楽曲を CM に使用してきた東京インテリア家具が楽曲の使用をやめたというのも気になります。 前での民放キー局関係者、資格 CM ソングへの起用がなくなり、2018年、ホーム、2019年、君思い、2020年、マイプレイス、2021年、オリジナルカラー、そして2022年からは、リボン、と、東京インテリア家具は5年もの間、CM ソングにキスマイを起用してきた。 リボンを起用した CM 派2022年4月1日からオンエアされていたものの、今年5月8日から LDH のグループザラム PG フロムエグザイルトライブへの始まりの歌に切り替わっている。東京インテリア家具の広報担当者は、当サイトの取材に、楽曲の切り替え時期について従前であり、使用量の問題だとした。 新曲だと1年間無料で使える。同社が使ってきたキスマイの楽曲も全てその年の新曲だった。しかし今年は新曲が出ておらず、切り替えることになったそうした胸の回答をくれたのだった。CM の切り替え自体は制作費の問題だったようだが、新曲の動きがないのは気になるところ。昨年は8月と12月にシングルをリリースしています。 が今年はないわけですから、ね。こういった事情からもグループが揺れていることが伺えます。全道四角結婚で、ダイアレ、となったメンバーも。そんな中、もうすぐ北山の退場が発表されると見られている。北山さんは長期にわたって事務所と話し合いを続けてきたと言いますが実はもう、一人事務所と話し合いを進めていたメンバーがいたと言います。それが横尾渡さん。 37です。前での民放キー局関係者。横尾といえば1月26日に一般女性との結婚を発表したことも記憶に新しい。結婚を前に相手の女性が SNS などで交際を匂わせていたこともあってか、横尾さんの結婚には結婚は間違ってるよ。アイドルをしたいなら結婚すべきじゃないよ。プロ意識もクソもない。 グループに迷惑かけて楽しいかなど、批判的な声も多く上がってしまいました。記者の直撃に、横尾さんが堂々と交際を認めたことも、ジャニーズのアイドルとしては良くなかったのでしょうね。全道四角堂々の、交際宣言、から不協和音か2021年7月の、フライデイ、講談社が横尾と一般女性の熱愛をスクープ。 記者から、真剣交際で間違いないと直撃された横尾はそれはまあ、からはい、笑いと堂々と交際宣言。結婚についても、後々はそういうことも、もう35歳になりましたし、中途半端な気持ちではないということだけは知っておいてほしいかな、と、と応じたのだ。横尾さんとしては相手の女性を大切に扱いたいという思いから認めたのかもしれません。 がこれで事務所サイドから大目玉を食らったそうです。事務所は恋愛自体を認めていないわけではありません。ただ、ファンあってのアイドルですから、交際をするにしても、そのあたりの自覚はしっかりと持ってほしい、配慮をしてほしい、ということだったんでしょう。このあたりから不協和音が鳴り始め、さらに結婚もそう待って、 客観的に見ても、横尾さんがグループにいる状態はよろしくないとなり、事務所と話し合いが持たれたのかもしれませんね。ただ、横尾さんは4月から NHK の朝の生活情報番組、朝一で、料理のレギュラーコーナーを持つようになりました。ですので、退所病読みの北山さんのような状態にはないと考えられますが、どう 北山の退場話だけにとどまらず、キスマイ周辺ではまだまだ波乱が巻き起こりそうだ。四角、北山博光、堂本光一佐藤勝利とのイケメンすぎる装置。ショックスリーショットスリーショット。北山は退場後、滝沢市の、戸べ、に合流することになるのだろうかそれともすることになるの